今日もご視聴いただきありがとうございます。それでは前回の続きをご覧ください。夕食を終えて外へ出てきました。この季節限定の棚田のライトアップ、2階のデッキに腰掛けて楽しむこともできます。2人ともほろ酔い心地敷地内すべてがライトアップされていて、どこを歩いても幻想的な世界。いい感じ。いい？気持ちいい？お前もう本当に何なんすんの？おいしい？いい？気持ちいい？って感じ。なんて言うんじゃ。じゃあ今の感想どう？やっぱり、ちょうど今の季節のこの外の空気が入りやすい。やっぱもうちょっと暖かかったら、こうなんてすぐ上がりたくなるけど、今ちょっと上がりたくない。ライトアップされて。お前は大浴場行っといて。ここでいいや。じゃあ私は大浴場行ってきます。私は夜の景色を楽しみながら大浴場へ。界湯布院は館内もお部屋も優しい照明。明るさに慣れている私たちには非日常。この非日常の雰囲気に癒されます。夜になると一層綺麗な蛍かご照明、一つ一つが手作りだそう。今日も良いお天気に恵まれ、すがすがしい朝です。ここは敷地内にある朝霧テラス。湯布の街並みと山々が見渡せます。では腕を組みながらゆっくり進んでいきます。1、2、3、4、まずは右側から2、3、4、5、6、8、吸いながら首を回していきます。吸いながら2、3、4、吐きながら回していきます。4、5、3、4、ではもう一度腰を落として、2、3、4、5、6、7、8、今度は後ろに下がります。1、2、3、4、5、6、7、8、では構えて3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、
体操を終えて7時半からの朝食会場へ向かいます。朝の食事は半個室にしました。夫は和食を選択。山の恵みを感じる焼き野菜を中心とした和食膳。私は洋食を選択。それぞれ選択できるのはとても嬉しいサービス。朝食も二部制で前半を選びました。地域色を感じる食材や調理法を取り入れた貝のご当地朝食。野菜と豚の角煮は七輪で炭火焼き。洋食についているベーコンやソーセージなども七輪で焼いて食べることができます。夫はご飯をおかわり。朝からしっかりと食べています。パンも5種類ほど入っていて、かなりのボリューム。洋食には食後のコーヒーがついています。お疲れ様でした。大分自動車道由布インターチェンジより車で約15分、大分空港より車で約60分。今回は夫婦ともに今回は夫婦2人で、応援しているスポーツチームのメンバーみんなから由布院会という素晴らしい旅行のプレゼントをいただきました。今日は夫婦2人で堪能していきたいと思います。ありがとうございますダメだ